内閣総理大臣野田佳彦君。自民党小泉議員のご質問にお答えをしてまいります。まず国家間についてのお尋ねがございました。先の臨時国会における所信と、そしてそれに関連する質疑でもご説明をいたしましたけれども、一言で言えば希望と誇りを持てる日本の再生、ここに生まれたことにプライドを持てる国を作ることでございます。その際、勤勉さなど日本人が持つ人の力、我が国の国土が持つ新しい可能性、フロンティアに挑戦できる技術力など、日本が持つ未来へのダイナミックな可能性を引き出して、中間層を回復させ拡大をしていくことが必要と考えております。まずは目の前の困難な道のり、危機を乗り越える一つ一つの積み重ね、努力の道筋において、そうした日本が築かれると確信をしています。そしてそのためにも、震災復興、原発事故収束、経済金融危機からの脱却に全力を挙げてまいります。閣僚の任命と副大臣の役割についてのお尋ねがございました。閣僚の任命にあたっては、政治家としての経験と蓄積、政策能力などを勘案をし、それぞれ適格であるとの判断に基づき任命をいたしました。また拉致問題については、平成23年9月6日の閣議において、私から松原国土交通副大臣に対し、国土交通大臣の了解も得て担当大臣の補佐をお願いをしたところであります。しかしながら、国会への対応に関する議員のご指摘につきましては、真摯に受け止めさせていただき、国会のご意思、各党会派のご意見を十分に踏まえながら、今後適切に対応してまいりたいと思います。タイの洪水被害における邦人保護及び日本企業への対応に関するお尋ねがございました。タイの洪水被害に対しては、邦人保護や日系企業支援も含め、我が国政府としてできる限りの支援が必要と考え、私から政府全体としてしっかりとした対応を取るよう指示をいたしました。邦人保護については、在外交換を通じた情報提供と注意喚起に加え、冠水・浸水地域での邦人の状況確認等を実施してきており、引き続き医療内容対応をいたします。日本企業への対応については、資金調達の円滑化のための措置に加え、サプライチェーンの維持及び早期の復旧の観点から、日系企業のタイ人従業員の我が国への受け入れなどの措置を取ってまいりました。今後とも現地のニーズに応じ、必要な対応策を検討してまいります。自民党の提言及び三次補正予算の経済効果についてのお尋ねがございました。7月8日に公表された自由民主党の中間報告については、有益なご提言と受け止めており、復旧復興にかかる基本的な考え方や施策の柱立てが、政府の復興の基本方針と多くの部分で共通していると考えております。三次補正予算はこの復興の基本方針に沿って編成し、自民党からご提言いただいた項目についてはその大部分を措置しており、復旧復興に取り組む姿勢は共通しているとの思いを抱いております。またこの三次補正予算は実質 GDP を 1.7% 程度押し上げるとともに、70万人程度の雇用創出、下支え効果があると見込んでおります。復興債の償還期間等についてのお尋ねがございました。復興債の償還財源については、歳出削減や税外収入の確保に最大限努めるとともに、それでもなお足らざる部分については、基幹税である所得税や法人税の付加税等により、今を生きる国民の皆様に一定のご負担をお願いをすることとしています。復興債の償還期間については、次の世代に負担を先送りせず、
今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うとの復興の基本方針における考え方に立ってその期間を設定をしております。日本全体の景気対策の必要性についてのご質問をいただきました。第3次補正予算には日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はないとの認識のもと5000億円の立地補助金や2000億円規模の節電エコ補助金、金融支援の拡充を中心とした総額約7000億円に上る中小企業対策等の産業空洞化対策に資する予算措置等を盛り込んでいるところであります。また21世紀の成長産業となり得る農林漁業の再生に向けて次世代を担う農林漁業者が安心して取り組めるよう先に策定した我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針行動計画に基づき政府全体の責任を持って5年間で競争力体質強化地域振興を集中展開をしてまいります。さらに規制制度改革については行政刷新会議の下の分科会において震災後の新たな社会経済を構築し震災以前よりも力強い新しい日本を再生するとの視点を重視して議論を始めたところであります。規制制度改革は我が国の社会経済を大きく変革する原動力であるとの認識であり今後必要な改革を強力に進めてまいります。公共事業に対する認識とダムの建設問題についてのご質問をいただきました。公共事業については東日本大震災などを契機として国民の安全安心を守ることが社会資本整備の最も重要な使命であると再認識され政府としても真に必要な社会資本の整備を戦略的に実施していくことが必要であると考えております。またダムについては国土交通省においてヤンバダムを含め全国で83事業を対象として予断を持たずに検証を進めてきております。治水目的や発電を含む利水目的等について総合的な検討も含めて検証を進めその結論に沿って国土交通大臣が適切に対処すると考えております。第3次補正予算の具体的雇用創出策についてのご質問をいただきました。被災地での厳しい雇用情勢に鑑み雇用なくして被災地の再生はないと強く考えております。今後本格的な安定雇用を生み出すため日本は一つ仕事プロジェクトフェーズ3に盛り込まれた農林水産業の復旧復興や6次産業化の推進中小企業等グループ補助金立地補助金などで需要を押し上げることにより35万人雇用創出の基金の積み増しによる復興を図る産業政策と一体となった雇用面での支援や若者、女性、高齢者、障害者の雇用機会の確保などにより15万人合計50万人の雇用創出を見込んでおります。この中で農林水産業のみの内訳をお示しすることは困難でありますが被災地域における重要性に鑑み農地・農業用施設港湾等の漁港等の早期復旧経営再開支援の充実6次産業化の推進などにより雇用の確保に努めてまいります。政府の総力を挙げてこれらの具体策に取り組むことにより被災者のこれからの暮らしの安心を支えてまいります。若者の雇用就業に向けた姿勢についてのご質問をいただきました。現在新卒者をはじめとした若者の就職環境はご指摘のとおり非常に厳しくなっております。このため新卒者に対してはジョブサポーターによる学校と連携した支援等を強力に推進をしてまいります。またフリーターなどの若者に対してはハローワークジョブカフェ、カフェにおいてきめ細やかな職業相談職業紹介を行うなど若者の正規雇用化就職支援に全力を尽くすとともに若者の職業的自立支援にしっかりと取り組んでまいります。こうした取り組みによる意欲あるすべての人が働くことのできる全員参加型社会の実現を目指します。今後とも関係省庁が連携して
経済界、学校とも一体となって総力を挙げて若者の支援に全力を尽くします。 TPP の経済効果及び国民への説明についてのご質問をいただきました。内閣官房が広く国際機関によって活用されているモデルを使用して行った試算では、 TPP 協定に参加し物品貿易について 100% 自由化した場合、日本の実質 GDP が 2.7 兆円増加するとの結果が得られております。これは将来にわたってその状態が継続すると解釈すべき数値であります。またこれは関税引き下げに限られた資産であり、サービスや投資、非関税分野、貿易円滑化などの分野も含めればさらに追加的な効果があると考えられます。 TPP に関しては随時関係国との間で情報収集や協議を行ってきています。その結果得られた情報については参加のメリットデメリットを含め国益を確保する観点からさまざまな検討分析を行うとともに、国民の理解を深めるため可能な限り説明に努めてきたところであり、関係団体への説明も行ってきたところであります。今後とも説明や情報提供にしっかりと努めていく考えでございます。農業の再生強化に関するご質問をいただきました。ご指摘のとおり農林漁業の再生は待ったなしの課題であります。このため先ほども申し上げたとおり、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針行動計画に基づいた政策を集中展開をしてまいります。また都市農業については、消費者ニーズに応えた新鮮で安全な農作物の供給などの多様な役割が十分に発揮されるよう、引き続きその振興に必要な施策を講じていくとともに、都市農業の振興や都市農地の保全に関する施策のあり方について関係省庁で検討を行っていくことが重要と考えております。為替相場に関する認識についてのお尋ねをいただきました。急速な円高の進行等による景気の下振れや産業の空洞化を防ぐため、先般閣議決定した円高への総合的対応策に基づき、日本銀行とも連携して円高事態への対応も含め、あらゆる政策手段を講じてまいります。日本経済が震災の打撃からようやく立ち直りつつある中、一方向に偏った円高の動きによる景気下振れリスクを十分警戒する必要があります。こうした中、最近の為替市場では短時間に急激な変動が生じ、円高が急速に進む局面が見られたところであります。投機的な動き、無必要な動きへの対応に万全を期し、日本経済への下振れリスクを具現化させないため為替介入を実施をいたしました。引き続き市場を注視しつつ適切に対応してまいります。エネルギー政策見直しの時期についてのお尋ねがございました。新しいエネルギー政策については来夏を目途に策定することとしています。これはエネルギー政策を抜本的に見直すという国の根幹にかかる大議論であり、原子力事故安全対策の検証等を踏まえつつ進めていく必要があるため、一定の期間を要するからであります。一方、今年の冬、来年の夏を含む当面の電力需給の安定化を図ることは、国民生活の安定化及び産業の空洞化防止、国内雇用の確保の観点から喫緊の課題であります。このため昨日エネルギー環境会議において策定されたエネルギー需給安定行動計画では、企業活動への影響の最小化を図りながらピーク時の電力不足とコスト上昇を極力回避するべく、あらゆる政策を総動員していくことを明記してございます。またご指摘いただいた脱原発依存については、将来的に原子力への依存度を最大限減らしていくことを述べたものであり、今後どの程度の時間をかけてどこまで依存度を下げていくのかという点も含めて明らかにしてまいります。再生可能エネルギーの